ということで今回は新しい用品を2つゲットしたので、そちらを使って洗車をしていきたいと思います。今日はいつやってるか、洗車の日付ですね。洗車の日付は今日は3月6日土曜日でございます。ということで今回は新しい用品をね、2つあるって言ったんですけど、そちらを紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃーん、こちら下地処理シャンプーですね。とマイクロパウダー配合ということで、マイクロすっごい細かいコンパウンドが少し入ってるようです。で、私コンパウンド今まで抵抗があったんですけど、まあ今バチバチに撥水加工をしてしまってあるので、それをちょっと一回取り除くにはやっぱりこういう下地シャンプーを使った方が次のコーティングもうまく仕上がるっていうことだったので、今回はこちらをね使っていきたいと思います。グラシアスリフシャンっていう商品でございます。はい、開けてみたら中身がこんな感じですね。このボトルで泡立ちがいいっていうよりも結構ねストレートタイプのねっとりしたタイプっていう風に書いてあるんですけど、ちょっと実際使ってどんな感じか見ていきたいと思います。でね、なんで今回撥水をやめたいかっていうと、日本一周中ってやっぱり今よりも洗車頻度が落ちると思うし、結構悪路走ったりとか泥跳ね受けたりとかする可能性もあるし、な上に洗車ができないってなると本当に管理状態が悪い状況にね、このオベゼルちゃんを数ヶ月置いておくことになってしまうんですよ。もちろん日本一周中にどこか洗車場があればね、洗車はしたいんですけど、まあ頻度高くはできない。雨を受けた後とかにそのまま放置することが多くなると思うので、そうするとウォータースポットのね原因になったり、水垢がついてしまったりとか、いろいろトラブルになるかなって思ったんで、今回はね疎水系っていうんですか、疎水系に変えたいと思って、もう一つこちら、はい、また CC シリーズなんですけど、 CC ウォータープロテクトっていう商品に付け替えていきたいと思います。今は CC ウォーターゴールドプレミアなんですよ。撥水コーティングからこっちに移行するために、間としてこれですね、この下地を処理してからこっちに変えていくって形になります。
Dun 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 dun